旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のりくです。今回は大分観光で欠かせないパワースポットをご紹介します。パワースポットとは一定の土地や建物から発せられる力や波長を感じ、癒しや元気が体に湧いてくる効果を感じられる場所のことを言います。大分にはそんなパワースポットが数多くあり、観光地になっているところも多いんですよ。ただ負のパワーが生まれるところもありますので、近づかないようにするのが無難です。今回は大分観光で訪れてみたいパワースポットのご案内です。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で、各地のスポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に一度状況を確認することをお勧めします。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。お池湧水群。お池湧水群は名水百選にも選ばれている湧水群です。大分県の中南部にあって、黒岳の北側にあるお池から湧き出しています。黒岳の地下水が数ヶ月から1年以上もの時間をかけて地下を通り抜け、ろ過された水は適度なカルシウムなどのミネラル分を含んでいるのです。黒岳のふもとにあるお池は阿蘇野川の源流にあたり、湧出量は1日に約2万トン、豊富な水量を誇ります。見事に透き通った湧き水はまろやかで優しい口当たりです。古くから地域住民の生活用水や灌漑用水として利用されてきました。池の周りには散策路も整備され、ゆっくりと散策をしながら強力な自然のパワーを吸収しましょう。双子寺。双子寺は大分のパワースポットの中でも上位にランキングされています。養老2年718年仁門菩薩によって改装されたというとても由緒ある寺院。山門に続く石段の両脇には金剛力士像が。この2体は国東半島で最大級となります。境内は森林浴の森百選にも選出され、紅葉の名所としても有名です。双子寺は子宝に恵まれる御利益があることで知られています。子宝祈願を行うには夫婦同伴で供物を入れた手作りの袋と祈願料を持参しましょう。手作りの袋は出産経験のある32人の女性に10センチ程度の端切れをもらい、自分の1枚を合わせて33枚の端切れで裏地、底をつけた袋を作ります。そこにお米 2.2 キロと12羽の線香、12本のろうそくを入れ、1升のおみきとともにお供えをします。そして馬の日の午前中にご夫夫婦で参拝をしてください。宇佐神宮。宇佐神宮は大分のパワースポットの中でも頂点に立つ神社です。全国に約4万4000社ある八幡宮の総本社、小倉山山頂に鎮座する上宮本殿と山麓に鎮座する下宮があり、周辺には社殿が広がっています。本殿は国宝にも指定されているんですよ。境内にはパワースポットがたくさんあって、開運、金運、子宝、恋愛運など様々な御利益があります。参道の石畳にある妙都石は、独身の方は両足で、カップルなら片方の足で踏むと御利益があるとか、大小の願掛け地蔵は人に見られずひっそりとお参りするといいのだそうです。社務所や札所の下、屋根の妻飾りや金具などハート型の装飾が至る所に隠されています。そして駐車場の敷石にもハートの石が。見つけると幸運が訪れるそうですよ。佐田教石。佐田教石は強力な自然のパワーが感じられる大分では有名なパワースポットです。こめかみ山は古代信仰の山として知られていて、そこにあるストーンサークルが佐田教石。高さ 2.5 メートルもの巨石が9本も並んでいて、誰が何の目的で作ったのか全くの謎になっています。非常に強い龍脈が感じられるパワースポットで、ストーンのそばに寄るだけで不思議な力が感じられると言われています。市指定の史跡にもなっています。佐田教石から一段低くなったところにも平成の教石と呼ばれる立石群があります。こちらは土地改良の際に出土したもので、発掘された石を立てて再建されたものなんですよ。こめかみ山。こめかみ山は神の宿る山です。古代から信仰の対象となり今に伝わっています。
西の麓には佐田教石があり、山中には様々な巨石群が点在しています。こめかみ山自体は40分もあれば登ることも。主に3つの登山道があるのですが、ロープを掴んで登り降りするハードなところもあるため、山歩きができる靴と軍手が必需品になります。まさに穴場の強力パワースポットと言えますね。こめかみ山の伝説は神武天皇の統制に関係します。この地を通った神武天皇にこめかみ山の神様が言いました。この地を都にすれば必ず大きな助けがあると。その証拠として一晩で1000本の石を降らすとも。しかし999本目が降った時に聖地が汚されてしまい、最後の1本は降ってきませんでした。結局都にはならずに巨石だけが残されたそうです。富久神社。富久神社は千年という長い歴史を誇る由緒正しい神社です。正式名称は八坂社といい、大分県国東市富久地区に鎮座しています。そのため古くから富久神社と慕われて、富が来るということで信仰を集めてきました。まさに穴場のパワースポットと言えますね。富久神社では金運開運のご利益がいただけるそうです。開運富久地土産店は土曜日曜祝日のみ営業。店内では招き猫などのオリジナルグッズや、開運ロード富久地関連グッズに開運厄除け祈願などの商品が販売されています。稲積水中鍾乳洞。稲積水中鍾乳洞は大分県豊後大野市にある日本最大の水中鍾乳洞です。形成されたのは3億年前とされ、30万年前に起こった阿蘇火山噴火によって水没、現在の形になったようです。洞窟内にはベルホールやヘリクタイトなどが見られ、世界的にも珍しい水中鍾乳洞となっています。洞窟内の温度は1年を通して変わらず16度が保たれている、マイナスイオンたっぷりのスポットです。自然が作り出した体も心も癒される空間、まさにパワースポットなんですね。キューバダイビングツアーなども行われていて、敷地内には売店やお食事処だけでなく、美術館に大分最大級の観音像もあって観光には困りません。さらに周辺には様々な滝や池などにキャンプ場もあって、洞窟以外にも見どころがたくさんあります。今回は大分観光の際に訪れてみたいパワースポットをご紹介しました。いかがだったでしょうか。パワースポットと聞くとつい行ってみたくなる人も多いと思います。よく神社仏閣のご利益と一緒にしている人もいらっしゃいますが、神様のパワーと自然界のパワーは異なります。自然のパワーとはそこに流れる気や波長のこと。主に浄化などのパワーが得られます。大分にはそのような波長が流れる場所が多く、観光スポットがパワースポットと重なる場所も少なくないのです。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。